い、今日のお昼ご飯は焼きそばでーす。こちら、なんだっけ、糖質オフのこんにゃく麺も混ざってて、そう、ダイエット、そう、めっちゃいいみたいな、はい、そうですね、いただきます。皆さん、大変申し訳ございませんでした。あのですねあのご飯食べた後にちょっと語らせてもらうんですけど、ご飯食べた後に私、明日入学式なのでクラス発表で中学校にね貼られてる名前を見に行ったんですよ。そうそれで担任のね、新しくなる担任の先生からその説明を受けて、でもう帰ってくるんですけど、そのね、担任の先生からプリントを渡されて、髪型のところをねこうぐるぐる赤ペンでこうってやって、なんか後で読んどいてくださいって言われたんで読んでみたんです。そしたらなんか髪を結べっていうのと、あと色は染めるなっていう、まあ、2つの項目だったんです。え、私髪結ばないとダメなのみたいな、染めてないしみたいなと思って、でそれで、まあ、遠回しにね髪を結べって言われたんだと思ったんです、私の解釈としては。はね、それで切ってきました髪を、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 切ってきました髪を。めっちゃキュキュ、もう行動力えぐくね、自分で言うのもあれだけど。髪を切ってきました。すごい短くなったでしょ、もう本当になんかね、さっきまでキノコをちょっと遊んでたの。ネタになってんじゃん、うん、こうね、キノコー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 って言って、うん、遊んでましたね。すごい短くなっちゃって、あらら。はい、ということでここまでのね経緯を説明したんですけども、次の動画多分夜ご飯なんですよ。きなんかもうお昼ご飯から飛んで夜ご飯みたいな、でやばいと思って動画撮り忘れてて、結構ね動画撮ってます。きなんかすいませんでした、本当に。きなんかということで経緯をお話しさせていただいたんですけども、お分かりいただけたでしょうか。きなんかお分かりいただけたでしょうか。そうだからクラス発表見に、名簿をね見に行って、きなんか先生から言われて、言われたっていうかもう見ててくださいねみたいな感じで言われて、きなんか髪切ったって感じですね。うん、ざっくりしてる。きなんか、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 きなんか。で今多分もう6時半とか7時なんですよ、もうすでにもう美容院行っちゃったから。なのでね、もう夜ご飯なんですけど、本当にどんどん飛び飛びで、マジで申し訳ない、すいませんでした。でね、そう、友達できました。友達って言ってるのかあれだけど、 LINE 公開しました。知らないこと、違う学校の違うこと、あ、話したことないことだから名前知らないのに LINE 公開しましょうとか言われて、あ、はいってやって、マジで名前知らないと思って、で後でね LINE の名前とその名簿を見て、あ、この子この組だなみたいな、見ましたね、見ました、違う組でした。そう、ね、そうあのね、話が合いそうって子がいたの、一人、そうすごい声優とか詳しそうな人が、違う組でしたね。そう、もともと同じ学校にそういう話ができる子もいたんですけど、違う組でしたね。はい、ということで今から夜ご飯を食べに行きたいと思います。ごめんなさい、飛んじゃって動画。じゃあ行ってきます。すいません、あと学校の準備してました、切ります。学校の準備移せないからね。
そうなんです。名前書いたり今必死に名前が、はい、もう先輩とかに聞いて名前どうするんですかみたいな聞いて、今急遽やっててもう本当に疲れました。お母さんがもうママが本当に頑張ってくれてお疲れ様です。優しい先輩でよかったね。ね、本当にじゃんじゃん分からないことがあったら言っていいよ、できる限り私が答えるからとか言ってくれて、まあ、小学校の時から知ってた。あ、そう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 、1個上の小学校から、そうそう、結構関わりがあった先輩なんですけども、そうそう、委員会が一緒でよくふざけてましたね、一緒。はい、心強いよね、知ってる先輩。そうですね。ということで、ご飯食べてきます。はい、ということで夜ご飯、イエーイ。見て、なんか LINE 練習した。夜ご飯はこんな感じです。でね、この味噌汁がね、ママが作ってくれたんだけど、なんかバーバの作った味噌を使ってるらしいです。豆知識で、あと、まあ、サラダとホッケと、なんだっけこれ、ひじき、そう、ひじきのなんとかとご飯です。いただきます。あと水ね。納豆も食べるの？うん、そうだね、食べます。バイバーイ。はい、ということで今からね、お風呂に入っていきたいと思います。あ、ごちそうさまでした。お風呂に入ってきます。バイバーイ。はい、ということでね、お風呂上がりました。あのスキンケアは導入化粧水、化粧水、あとねパックをしました、はい、ごくごく普通のスキンケアの、あ、化粧水とか朝見てたしいいかなと思って、ちょっと髪がやばい、髪切ってきちゃったんだね、ちょっと不慣れですが、今からね、みんな大好きなるねーの動画をちょっとね見て踊っていきたいなと思います。でね、携帯使うのでちょっと動画は撮れないんですけど、本当にすいません。みんなで一緒に痩せようね。じゃあ行ってきます。はい、ということでね、まあいろいろやってきました。足痩せだったりお腹痩せだったりいろいろ運動してきました。はい、ということでそろそろね寝たいと思います。そうとね、アイプチやったんよ。ほら、結構バレなくない？結構頑張ったくない？この目は、まあ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 、はい、ということでね、まあ夜にアイプチして癖付けしたりちょくちょくねやってますね。はい、ということでそろそろ寝たいと思います。ということで春休み最後の私のルーティンでした。ということでそれではバイバーイ。暗くてごめんね。バイバーイ。